富士山速攻所認定 NPO 法人富士山速攻所を活用する会は2004年に無人化された富士山速攻所の一部を借り受け大気観測などの研究・教育利用を行う研究者主体の NPO 法人。無人化された旧富士山速攻所を借り受け日本一の高所である富士山町でなければできない研究・教育活動を行う。 研究者を中心とした NPO である。研究分野は、大気化学、物理学、宇宙船化学、大気電気、永久凍土、高所医学、教材開発、新技術開発ほか多岐にわたり、分野横断的な活動を行っている。夏でも気温が氷点下になるほどの厳しい局地でもある、富士山頂の環境を生かし、研究、技術開発と同時に、 新しい世代の育成も行う。高所という厳しい条件下での管理運営は安全第一をモットーとし、気象庁による72年間に及ぶ気象観測の時代に培われた様々なノウハウを継承しつつ、新時代に向けた高所研究施設としての活用を展開している。借用後の活動は、気象庁との借用契約の時期により、第一期、第二期、第三期、 第4期に分かれる。富士山速攻所は、その立地特性から、活用分野は多岐にわたる。独立峰の富士山は、大陸から運ばれる大気を観測する、監視タワーとしての役割を持ち、日本最高峰という立地は、平地では、不可能な宇宙船や雷の観測所として、また、高所医学、高所トレーニングの場となる。 局地としての富士山頂は、その過酷な自然条件を利用した各種の実証実験に使われるほか、富士山の雄大な自然は体験、教育の場でもある。2007年以来の便宜的な分類に基づき、活動の成果をまとめる。なお、この分類は今後見直しが予定されている。うちの数字は、研究分野に関する2007以降10年間の平均値を示す。大気科学日本で、 唯一の4000メートル近い高度の観測サイトとして、自由対流圏大気の連続観測が可能である。アジア大陸からの越境大気汚染、温室効果機体である CO2 濃度のハワイマウナロア観測所との比較、PM2.5 の東アジア地区の比較などに用いられ、また火山噴火予知のための SO2、H2S の連続観測なども始められている。 雲と霧の化学成分の観測、特に現在問題になっている、マイクロプラスチックの富士山頂での観測は、世界的にも注目されている。2007年以降の研究成果、論文33法、創設、解説他26法、学会発表406法宇宙船科学、大気電気富士山頂では雷による被害は甚大で、従来無人で電源を利用できない。 原因の一つとなっていた。一方、雷そのものの発生機構などに関する研究者にとっては4トル近い高さは夏季の雷観測の絶好の観測サイトであることから NPO 発足以来宇宙船や自然放射線の観測とともにコアグループとなって成果を上げている。2007年以降の研究成果、論文17法、創設、 解説他15法、学会発表125法公所医学、く、公所順応富士山頂は、平地の2、3の気圧で、空気中の酸素量も減少し、低圧酸素環境になる。富士山での遭難の半分は、急性高山病によるものであり、そのメカニズムの研究は安全登山に欠かせない。また、海外登山や高地ツアーなどの増加に伴う、 自己防止のための高所順能の第一関門である4000メートルに近い国内唯一の地点として高所トレーニングに適している。2007年以降の研究成果、論文14法、創設、解説ほか1法、学会発表51法永久凍土、生態学本州では唯一永久凍土の存在が報告されている。富士山頂では、それを水源として生息する苔などの 生態学的研究が温暖化の指標として行われてきた。2010年からは地温観測項掘作によるモニタリングによって、糖度の詳細な分布が調べられている。2007年以降の研究成果、論文2法、創設、解説だ4法、学会発表26法教育その他、通信富士山速攻書を用いた、中学生、高校生向けの教材開発と、 自然現象を実感できる理科実験室が試みられている。3776メートルの高所ならではの実験教材開発の種は尽きない。なお、飛来技術、食品貯蔵技術など新しい技術研究、また歴史資料の調査研究など新しい分野も近年増え始めている。2007年以降の研究成果、論文参考、創設、 解説他14法、学会発表30法、読みがえれ、富士山速攻書認定 NPO 法人富士山、速攻書を活用する会。NPO FUJI3776.org、2020年10月18日閲覧。富士山高所科学研究会、富士山速攻書再活用。FUJI3776.net。 2020年10月18日閲覧。読みえれ、富士山速攻書認定 NPO 法人富士山、速攻書を活用する会。NPOFUJI3776.org。2020年10月18日閲覧。時谷幸子、佐々木和也、読みえる富士山速攻書2005-2011、20西山産道、書店、2012年、180ページ。 時谷幸子、NHK カルチャーラジオ科学と人間水と大気の科学富士山町の観測から NHK 出版2014年162ページ NPO 法人富士山速攻所を活用する海オフィシャルサイト参照ありがとうございます。